7月4日この日ウェイソンさんたちが来日します。羽田空港へ迎えに行く松井さん。ところでコンサートは3日後ですが、気にしていたチケットの売れ行きはどうなったのですか？やっぱり満席でないと歌い手のモチベーションが下がっちゃうので、やっぱりせっかく中国から皆さん来てくれるのに、客席がこうわーっと満席でないと悪いので頑張りました。チケットの売れ行きも心配なさそうです。午後の便でウェイソンさんたちが上海から羽田に到着しました。日本語の歌を歌うそうですね。飛行機来电了。真的？嗯。哦，对，这次有唱日本歌，我们有唱，心情也很好。気持ち的には高まってます。愉快。楽しいです。今天出机场，这个东京的气温比上次热，比去年来气温也热。我们心情也比上次更热。因为等一下还要去排练，是不是？对，等一会儿排练，等一会儿，然后我们先到酒店。嗯，先到酒店休息一会儿。嗯，然后去一会儿去什么地方排练？我的家里，去你家，要调，还是那个家吗？对，还有去院的樱桃，樱桃，樱桃，哎，好吃，嗯，好吃，好吃。まずはホテルへチェックイン。そして1時間後再びバスに乗り込んで出発。音合わせのために松井さんのお宅へ向かいます。いよいよ最終確認の音合わせが始まりますと思ったら、出てきたのはさくらんぼ。皆さん日本のさくらんぼが大好きなようです。まずは日本語の発音のチェック。工場の月は上海での音合わせでも時間をかけて練習した曲ですが、ちょっと苦戦をしているようです。このメンバーではリーダー的存在はやはりウェイソンさん。自分のパートでもないのに他のメンバーに細かいアドバイスをしていました。第1回のコンサートにも参加したウェイソンさん、今年の七夕歌祭りもとても楽しみにしているそうです。今天第二回，我想我们曲目又进行了调整。我想我每一年的话，都调整不同的曲目，再把新的一些歌奉献给日本的观众。中国人の音楽家を代表して、ウェイソンさんから日本のファンへメッセージをもらいました。希望这次我和松井菜穗子小姐以及上海歌剧院的几位艺术家七夕音乐会获得圆满成功，也希望你们到剧场来听我们的演唱，希望你们喜欢我们的歌，而且我们希望今后年年在七夕和你们见面，谢谢。第二回七夕歌祭り当日、午後2時ホテルを出発、コンサート会場へ向かいます。现在的心情，晚上我们就要跟观众见面了，
希望我们把最好的歌声献给他们，让他们能喜爱上我们，也希望我们每年这个时候在东京见面。お客様が去年にも増して私たちの音楽会を楽しんでくださって、一番最後にはその日中友好といいますか、中国と日本がもっともっと理解し合えることの一つのきっかけになってくれればと思っています。ですから心を込めて歌わせていただきたいと思います。ホテルを出て10分後、2時10分東京オペラシティに到着しました。おはようございます。おはようございます。3時から最終リハーサルが始まりました。進行の段取りや出演者の動きも含めて最終確認が行われました。2時間のリハーサルは無事に終了。あとは本番を待つだけです。リハーサルが終わった後、ベイソンさんの控室から何やら賑やかな声が。なんと出演者全員が集まっていました。コンサートの直前とは思えない雰囲気です。去年よりとまたさらに会場にも慣れてるので、なんかもっとリラックスしてるような感じがしますし、だからなんか去年より同じ会場だけどさらにいい響きの感じがするって皆さんおっしゃってて、私もさっきちょっとそう思ったんですけど、确实是这样。我们尤其今天一开始，这个声音感觉，因为我们去年好像也觉得很好，但今年一下子感觉比去年好了更多。对，我们跟乐队的合作，跟指挥的合作也第二次更这个合作的更这个成熟了。我觉得乐队非常好，剧场声音效果非常好，整个的管理和操作都非常专业，所以说演出一定会成功。日本の歌を今回練習この前されてましたけど、どうですか、うまくいきそうでしょうか、工場の月は。うん、很好。うん、いや、我觉得日本的歌很好听、我很喜欢唱。然后我觉得只要把音标注好、我们发音没有困难。開演まであと1時間30分。どんな時でもリラックスするというのが中国流。このペースに松井さんもすっかり慣れているようです。すごいリラックスして楽しいんです。日本ですと、まあ、割とこのいい演奏家ほどそうなんですけど、やっぱり皆さん緊張して、でその緊張が私にも移って、私も緊張して、でその緊張が今度お客様に伝染してて、なんかみんなでこう会場がなんとなくこうピリピリっとした雰囲気がなることがあるんですけども、中国の人とやって一番ありがたいのも彼らがリラックスしてるので、私も一緒にリラックスして、でそのリラックスした感じが多分お客様にも伝わって楽しんでいただけてるのかなと思います。